どうもこんにちはこんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。えー、今日読んでいく作品はですね、「運の十座作暗号数字」です、えー。運の十座の代表作といってもいい、ね、ムラ総録シリーズですね、の一つになっています。でですね、今回の作品なんですけれども、 いつも、あのー、耳で聞いていただければ、まあ、分かるように朗読しているつもりなんですが今回のこの暗号数字、えー、タイトルの通り暗号が出てきますでそれをこう画面に映してましてで今分かっているところはこれですで今分かっていないところはこれですっていうのをこう同時に終えるようにしているつもりなんですよなんでこう暗号を推理していきたいなっていう方は 画面を見ながら聞いていただくと別の楽しみ方もできるかもしれないなと思っております。もちろん聞くだけでもね十分に楽しんでいただけると思いますのでお好きな方を選択してください。それでは改めまして本日朗読するのは運の十座作暗号数字ですそれでは本編をどうぞ 運の十座、暗号数字、探偵現る。近頃例の青年探偵穂村総六の活躍をあまり耳にしないので先生一体どうしたのかと不審に思っていたところ某方面からの依頼で面倒な事件に忙しい身の上だったと知れた。 最近に至って彼はずっと自分の事務所にいるようである某方面の仕事も一段落ついたのでそれで休養方々当分某方面の仕事を休ませてもらうことに話がついたと言っていた僕は実は昨日久しぶりであるところでムラ総録に会った彼は例の長身を地味な背広に包んで なんだか急に年が老けたように見えた顔色も大変黒く焦げて例の威弱らしい青さがどこかへ行ってしまった色眼鏡を捨てて縁の太いガネに変えどこから見てもじじむさくなったそのことを僕がからかうと彼は例の大きな口をギュッと曲げてにやりと笑い<笑> 近頃はこれでなくちゃいけないんだ。街へ出ても田舎へ行っても、どこにでも行き合うようなおっさんに見えなくちゃ、御用が務まらないんだよ。そういう連中の中に混じって、こっちの身分を悟られずに目を光らせていなくちゃならないんだからね。昔のように、自分の趣味から割り出したおしゃれの服装をしていたんじゃ、魚がみんな逃げてしまう。と、 俗っぽい服装の弁を一鎖やったそこで僕は彼が近頃取り扱った探偵事件の中で特に面白いやつを話して聞かせろと狙ったのであるが穂村はあっさり僕の要求を一蹴した情報事件に面白いのがあるがねしかし僕がどんな風にしてそれを暴いたかなんてことを公表しようものなら これから捕らえようとしている大切な魚がみんな逃げてしまうよと彼は同じことを繰り返し言ったそのような事件に踊る魚はそんなに端っこいものであるのかそういう問いに対して小村総六はそういう事件に登場する相手は非常に知的な人物ばかりなんだだからもしちょっとこっちが油断をしていれば たちちま全く油断も隙もならないとはこのことだそして相手はみんな命がけなんだから危ないったらないよしかも相手の人数は多いし組織はすばらしく立派であらゆる力を持っているそういう相手に対し我々少人数でぶつかっていくんだから本当に骨が折れる なんかその辺で歳出使えない話でも出てきそうなものじゃないか。と僕がすかさず水を向けると彼は新しいタバコに火をつけながら「うん一つだけ話を聞かせようかなこれは八九年前に僕自身が自演した失敗談だ」例の手ごわい相手どもがいかにものを考えてやっているかという一つの材料になると思うよ。 しかし僕としては、未だかつてこれほど頭をひねった事件はなかったのだ。脳細胞がバラバラに分解支やしないかと思ったほど、いやもう頭を使った。しかも、後で振り返ってみると、実に腹が立って腹が立ってたまらないくらい、僕一人で駒のようにくるくる回っていたという、バカバカしい勢力浪費事件なのさ。 ムラはそう言って「侵害でたまらぬ」というふうに大きな唇をグッと曲げたぜひ聞かせてもらいたいというと彼は「うん話をするがこの事件は結局いくらバカバカしくたってさっきも言った通り僕が取り扱った事件の中で一番骨身を削って苦しんだ事件なんだからそこに甚大なる同情を持って 君もゆっくり考えながら終わりまで黙って聞いてくれなくちゃ困るよ」と、いつになく彼は僕に聞き手としての熱意を強いるのであった。もちろん僕は大いに緊張すると誓ったが、これから思うと、その事件においてムラはよほど苦々しい苦杯をなめたものらしい。以下。 そらくあの頃から後の,の数年が一番多種多様の諜報機関が国内で活動した時期だと思う国際関係のものはもちろんのこと営利専門のものもあるし情報通信のもの経済関係のものなどと ずい,ぶんいろいろの長者が活躍をしていた時には同うしうちもあって面白いこともあったおよそ相手方の長者にやらせてならぬことはこっちの秘密を知られることとこれを相手方の本部へ通達されることの2つである中でも後者に属する通信であるがこれに対しては水も漏らさぬ警戒をしなければならなかった あらゆる秘密通信機関を探し出してこれを重宝者の手から取り上げることも勝利の急を要することだった。幸い我が国の通信事業は艦長の独占または監督下にあったため比較的取り締まりに都合が良かったしまた秘密通信機がコツコツとモールス符号を送り出してもすぐそれを探し当てるほどの監督技術を持っていたからこれも都合が良かった。 〈その当時そういう秘密通信機関で摘発されあるいは発見されたものの数はすこぶる多い〉〈穂村総六が事務所に備え付けていた最新式の短波通信機も当局の隣県に遭いもちろんのこと欧州の議題に上ったけれど当時彼はすでにもう某方面の仕事を命ずられていたのでその方に必要になる道具であるとして幸いにも欧州を免れた〉 その時ムラはこの短波通信機がここへ来てそれほど貴重なものとなったとは認識していなかったけれど後から聞いた話によると民間機でその当時応酬を食わなかったものとではムラ機のほかにほとんどなかったとのことである当時ムラはそういう事態をそれほどまで深刻に認識していなかったのだもちろん誰かからそういう説明を聞けばよく分かって警戒もしたであろうが 事前説明はなかったとのことであるさてある日穂村の事務所へ電話がかかってきた大辻という助手が出て相手の名前を尋ねたところ「あなたは穂村氏か?」という大辻助手が「私は主人の穂村ではない」と答えると相手は「穂村氏を電話口へ出してくれ」と言ってなかなか身柄を沸かさない。 そこで大辻はそのよしを穂村に伝えたがまあこんなふうな電話のかかってき方は事件依頼主が身柄を非したい時によくやる手でそれほど大したことではなかった入れ替わって穂村が電話口に出てみると相手はまた入念に穂村であることを確かめた上で実はこっちは内務省なんですが秘密にあなたのお力を借りたいのです 初めて身柄を沸かした。そういう艦長とは初めての交渉であったけれど艦長のことゆえムラは「助力をしてもいいが」と一応承諾の用意があることを明らかにしその依頼事件の内容について尋ねたすると相手はいやもちろん電話ではお話できませんからお会いしたい。 というではいつそちらへ伺いましょうかと穂村が尋ねるとなるべく早いことを希望しますしかしこっちへおいでになるといろいろな人物も出入りしていることだしするから目に立っていけませんだから外でお目にかかりましょうそれにはこうしてくださいと言って 木村氏と名乗るその役人は穂村に対し今から30分後日比谷公園内のどこそこに立っていてくれすると自分はこれこれの番号のついた自動車に乗ってそこを通るからそこで車に一緒に乗ってくれるようにあとはこっちに任せてくれということだった穂村は承知の胸を答えて電話を切った 大辻助手にはすぐに出かけるからと前提して電話の内容を手短に話をしムラがどこに連れて行かれるかを確かめるため適当に車を持って公園の中に隠れておりうまく尾行をするようにそして送り込まれたところが分かればすぐに事務所に戻っているようにまたそれから1時間たってムラから何の電話もかかってこないときは すぐさま飛び込んでくるように申し渡して事務所を出たのであったというのも官長は別に怪しくなくてもいつ悪者どもが官長の御用らしく見せかけてこっちに油断をさせないでもないからのことだった穂村は十分の支度をして木村氏に言われた通り30分の地ちには日比谷公園の所定の場所に立っていたそれから5分遅れて 形は大きいセダンではあるが型はしごく古めかしい自動車が通りかかったなるほど一目でそれと知れる干潮自動車だったラジエーターの上には干潮のマークの入った小旗が立てられていた「ああこれだなあ」と思った折しも車が穂村の前にぴたりと止まり中にいた四重絡みの 鼻下にひげのある紳士が穂村のほうへ顔を近づけて木村です。さあ、どうぞ。とやわらかみのある小姉で呼びかけたむらはそのまま車内の人となったそして彼は木村氏の案内によって築地の某料亭の門をくぐったのであった時刻はちょうど3時 と木分であった。暗号のキー。いやのあどうも大変失礼なところへご案内いたしましてこうでもしないと私どもの艦長の重大事件をあなたにお願いしたことがどこへでもすぐ知れ渡ってしまいますので」と木村誠二郎氏は初対面のあいさつのあとで「 すぐに要談に取り掛かったこれは政府の一大事に関する緊急な調査事件なんですがもちろんもちろん絶対秘密を守っていただかねばなりませんご存知かもしれませんが実は今有力なる反政府団体があって大活躍を始めていますこの秘密団体の本部は上海辺りにあると見え その本部から毎日のごとく情報や指令が来ますがその通信は秘密方式の無線電信であってもちろん暗号を使っていますですから普通の受信機で受けようとしても秘密方式だから普通の受信機では入らないその上符号は暗号だからたとえコピーが見つかっても その内容が解けないこういうふうに二重の秘密防御を試みていますお分かりですかな穂村は黙ってうなずいたそんなことは宣告承知している木村事務官はつ追でこれは秘密ですからどうかお間違いのないようにところで問題はその暗号解読のキーなんです それがどうもわからない。首をひねり送ってくる暗号文は6桁の数字式ですつまり123456といったような6桁の数字が A とか B とかいう文字を示しているのですところがその6桁の数字はそのままではいくら解いてみてもわからない つまりその暗号法ではキーとなる別の6桁の数字があってそれを加え合わせてある例えばそのキーの数字が330022だったとする暗号分のどの数字にもこれが加えてあるだから a が123456で表されるにしても 123456として送っては来ないでキーの数字330022を加えた結果すなわち453478として送ってくるだからこの453478のままでは途中で誰かが読んでもまるで本当の暗号123456 を想起することができない。このように暗号にはキーの数字というやつが大切なのですがいやお釈迦様に説法のようで恐縮ですがこれがまたにひょいなことに今月330022だったとすると来月の1日からは787878というふうにガラリと変わってしまう。 こうなると解読係は全く泣かされてしまいますと言って木村氏は茶を飲んだ料亭の人は2人の前に坂を置いたまま行ってしまったこっちで呼ぶまで決して来ない言いつけであった解読係も腕達者をそろえてありますが6桁の暗号数字からキーの数字を見つけるのになかなか骨が折れます 苦心の末やっと見つけたと思うともう月末になっていてすぐ次の月が来るそうなるとまた新しいキーの数字が入ってくるからさあ1日以後は向こうの暗号が全く解けない改めてキーの数字の勉強をやり直すというわけです私としても 解読係員の苦労は常に心臓の上の重りですと木村事務次官は深いため息をついた炎村はただ黙々としてうなずく木村氏の暗号に対する話の内容は彼の持っている知識と完全に一致していたのであるそこで問題のキーの数字ですがもし月が変わる前にうまく発見ができるものなら 我々にとってこれくらいありがたいことはないわけです。なるほど。ねえ、そうでしょう。この暗号のキー数字はいつどんなふうにして送ってくるのであろうかということにつきまして、もう長い間調べていましたが、ごく最近になってそれがやっとわかりかけたのです。<noise> ほほう、それは愉快ですね。と。 もようやくひざを乗り出したまったく涙のこぼれるほどうれしいことです私たちは暗号のキーがやはり無殿に乗ってくるのかと思ったのですがそうではない秘密結社の本部ではあくまでも用意周到を極めていますは,はあキーの数字は どうしてこっちの使者へ知らせてくるんだと思われますか。さあ。実を言うと、私たちにもまだよく分かっていない。それではどうも。いや、しかし、貴重な手がかりだけはやっと掴んだのです。見てください、これです。そう言って木村氏が炎の目の前に持ち出したのは黒い折り鞄であった。 折りカバンの中から現れたのは一体何であったろうかそれは白く倍板ぐらいの板であってその上に大きな金色のペン先が取り付けてある察するところペン先の広告看板なのであった英国のある有名なペン先製造会社の名が入っていたそしてこの看板をぶら下げられるように金具が打ってあった これは面白いものですね。しかし、どうしてこれが暗号のキーの数字に関係あるのかわかりませんが。と、ホムラは首を振った。それは今説明します。立派な説明がつくのです。これをごらんなさい。と言って木村氏は、カバンの中から懐中電灯のような細長いものを出して、ペン先の看板の裏へかざした。 さあ、今私がこの紫外線灯のスイッチを押してこの裏板へ紫外線を当ててみますすると一見この何にも書いていないような板の上に実に興味あるものが現れますから木村氏が手にしていた細長い懐中電灯用のものは紫外線灯だったのだが感心している時 スイッチが入ったものと見えて裏板がパッと青く光ったそれは文字の形になっているではないか丸 1= X イコール四角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 七四四角かけるクエスチョン丸2は 東京市銀座四丁目帝都百貨店用紙部のスコッチウイスキーの広告裏面赤き上着を着たる人物の鼻の頭に星印ありと驚くべきことが書いてあった馬車賃一万円なり 穂村総六は木村事務官と別れていよいよ活動に入ったペン先の看板の裏に書かれた「x= イコール四角6つ」の四角6つこそ探す暗号のキーの数字であったしかしいかなる数字であるかはっきり記さず「74四,四角×クエスチョン」と妙な書き方をして逃げてある そしてこれを1としてあとは2を探せというような書きっぷりであった実に不思議なペン先の看板だどうして木村事務官がこれを手に入れたかについてむらは質問の矢を放ったが事務官はその説明を拒絶したそしてこんなことを言ったそれを説明すると。 私どもの役所が使っている重要な情報網の秘密を漏らすことになりますから勘弁してくださいしかしこれは十分信憑すべきものであることを断言しますこの四角六つは来月の暗号のキー数字であること疑いないのですが肝心の数字が入っていませんこれは次の丸2という場所 つまり銀座の帝都百貨店用紙部にあるスコッチウイスキーの広告を探してその裏を見て考えるより他ないのですがこの仕事をあなたにお願いしたいのです私どもがやってもやれなくないかもしれませんがたびたび申すとおりにそれではすぐ彼らの方に分かってしまいますそこはあなたをわずらわした方が 巧みにカムフラージュになるしまたお手際も私どもよりはるかに見事であろうと思うのですどうか一つそのような事情をばご考慮の上直ちに活動を始めていただきたいしかも絶対秘密ですそれからもう一つお気の毒ですが今日は26日であと5日で来月となります ですから、この調査は即時取り掛かっていただきたい。そして、あらゆる手段を使って、1時間でも早く完了していただきたい。遅れてしまうと、政府にとって大変な損害ですから。それから、言うまでもありませんが、十分、身辺を警戒してください。そう言って、木村事務官は、馬車賃として、 1> 金1万円なりの紙幣束を穂村に手渡したのであった「必要あらば金はいくらでも出すから行ってくれ」「機密連絡所として市内防止を記した名刺を手渡したそこは普通の民家を装ってあるが長距離電話もあれば電信略号もあり振り替え番号まで詳細に記載してあった穂村総六はこの木村事務官との会見によって 珍しいほどの大興奮を覚えた。なかなか手ごわい相手であるこっちへ送られてきた来月の暗号のキーをいかなる危険を冒してもこの5日のうちに探し当てるのだ非常に難しい仕事であることはよく分かっている従来の暗号でこのような数字みたいなものを出したことがあるのを聞いたことがない骨が折れることは、 目に見えているよしどんなことをしてもこの6桁の暗号のキーを解かずには置くものか炎は料亭を出るとすぐさま公衆電話箱に駆け込んで大辻助手を電話口に呼び出したこういう重大事項になると大辻にも言い明かしかねたが程よく大意を伝えここ5日ほど不在にする事務所の留守を かねて言いつけておいたとおりによくやるよう頼んだ先生僕を連れて行ってくださらないので心配ですしかしお供がかなわないということではしかたがありませんがどうかくれぐれも身辺をご用心なすってくださいと大辻助手はしきりに穂村の身の上を案じていたそれからいよいよ穂村の活動が始まったのである 全くの一本立ちだった。自分の頭脳と腕力とがただ一つの資本だった。マル一 x イコール四角六つイコール七四四角かけるクエスチョン。さあこれをどう解いていくか。この奇妙な暗号の謎を。 とににかく次に目指すのは丸二だ。銀座の帝都百貨店の「洋酒部」とある彼はすぐその足で地下一階にある洋酒部の売り場に近づいたぶらりぶらりと客を装いながら洋酒売り場を物色するうちに彼はついに問題のスコッチウイスキーの絵看板を洋酒の瓶の並ぶ棚に見つけたなるほど。 赤い上着を着けた西暦1700年時代の英人が書いてあった近づいてみると鼻の頭に例の特別記号の一つの星が書き込んであった「何か御用でございますか?と」と生意気そうな店員が穂村の方に言葉をかけた「こんなところにお前のような貧乏人の用はないぞ」と言わんばかりの態度であった ああ、そのなんだコクテールの材料を集めたいのだあそこの棚を覗いてみたいからちょっとはしごを貸してくれたまえ穂村ははしごを持ってこさせるとつかつかその上に上がっていったそして高価な洋酒の瓶をあれやこれやとやたらに襟り続けるのだった店員の態度がおかしいほどがらりと変わったそこにない洋酒を言うと 倉庫にあるからただいま持ってまいりますと奥の方へすっ飛んでいったそれが穂村のねらいどころで彼ははしごに登ったまま体の陰になっている側のスコッチウイスキーの栄広告をそっと外しその裏面に木村事務官から渡された紫外線灯を差しつけたあなるほどホムラはかねて岸たるところとはいえ 河発展しゆく秘密数字の謎が秘密ペイントで書かれてあるのを発見して驚きを隠しきれなかったそこに書いてある文字は上のようなものであった丸 ○3 は東京・新宿おいわ浜田同級生内の世界同級選手ジョナサン氏のポスターの裏。 カフスボタンに星印あり未完成の割り算円卓の中でホムラはノートの中をしきりとのぞきながら頭をひねるのであった帝都百貨店で拾い集めた2の記載によれば問題の6桁数字はかぜん不思議な割り算の形をとっている。 その謎の数字を74四角で割ってその章として初めの1桁に8を立たせこれを74四角にかけて四角四角四角になる数字を得ているのであるこれは実に驚くべき暗号の隠し方であると穂村は簡単さしゅうしている一か所では分からず 第二第3と場所を追って行かなければ暗号数字は解けないようになっているのだしかも求める数字は非除数の形となっていて知恵のない人間には到底そのまま分かりそうもないことになっているこれではいちいち四角の中に隠されている数字を導き出さねば求める謎の数字は結局出てこない仕掛けになっているこれは難しいことになった。 と思ったが早く考え出さなければ間に合わないピンチは迫っているのだよし考えるだけは考えておこうムラは写し取ってきたノートを熱心に見つめたしばらく見ているうちに彼は一つのヒントをつかんだなるほどやっぱり考えてみるものだな少しずつ解けるじゃないか 彼はどういうふうに考えたか74四角に8をかけてその答えが四角四角四角2となるのであるこういうふうに8をかけて1の位に2が出てくる場合はそうたくさんあるわけではない彼はノートへ上のような符号をつけた A、B、C などの英字はまだいくつとも分かっていない数字であるい。ろ、はなどはもう7とか4とか確定している数字である。だから今は A の問題なのである。さていろいろやってみると A は2つの答えを取ることが分かった。すなわち A イコール4と A イコール9の2つの場合であるどっちも1の位は2であるこれが第1の発見であるそれに元気づいてなおも考えを続けてみるとかぜん不可解の数字のうち2つまでが確定することが分かったのでムラは踊り出したいほどの喜びを感じたそれはいずれのマス型の中の数字であろうか 結論を先に言うと、h=5 イコール5、i=9 と決定するのである。なぜならば、右に述べた a=4 の場合は、5950。なぜならば、右に述べた a=4 の場合は、5952であり、a=9 の場合は、 五千九九百十二でありこの二つを比べてみると千の位と百の位はどっちも同じ五、九であるだから当然 h 五、i 九でなければならぬなるほどこれは面白い答えだとムラは口の内に叫んだ時 彼の乗った円卓は新宿追い分けの歩道に向かってスピードを緩め運転手はバックミラーの中から振り返って「旦那この辺でいいですか?」と尋ねたムラは大切なノートをポケットにしまって歩道の上に降り立ったさあこれから浜田同級生へ乗り込むことになったのだうまく例のポスターを探し当てられるかどうか行方は 晴れか曇りかそれとも嵐かまだ夕刻のこととて浜田同級生は学生やサラリーマンで7台ある球台がどれもこれもいっぱいだった穂村はやむなくゲーム取りが持ってきたお茶をすすりながら台の開くのを待つよりほかなかったという気持ちでこれ幸いと城内のあちこちにぶら下がっているポスターを眺め回した「ない」。 いい。くら見てもない変だ。ムラはがっかりしたあってよいはずのジョナソン氏のポスターが見えないのであるそれがないようではせっかくの探偵事件がここで挫折するそれは全く困る彼は腕組みをして次なる知恵をひねくったしばらくすると彼の口紅に急に微笑が現れた彼は立ち上がって タオルムシと同居しているような格好のマダムのところへ歩いていった。ねえマダム、ジョナソンのポスターが来ているだろうあれを出しなよ。壁にかけとくと立派だぜ。ジョナソンのポスターってああああれだわ。まだ丸めたまま置きっぱなしになっていたわ。これなんでしょとマダムは戸棚からぐるぐる巻きにしたポスターを取り出した。解いてみると。 果たししててジョナソンの署名が印刷してある。ホムラはうまく的中した。はそのポスターを壁に貼るとゲーム取りに向かってなかなか飽きそうもないから下へ行って紅茶を飲んでいるからと言いおいて外へ出た外へ出るなり彼は円卓を呼び止めて車中の人となった旦那どこへ参りますうん、東京駅だ。 時間がないから急いでくれロンドン島ムラは二等客車の中に揺られながら東海道線を下りつつあったかろうじて彼は午後6時きっかり東京駅発車の岡山行きの列車に飛び乗ることができた今列車は横浜駅のホームを離れ次の停車駅大船まで ぐんぐんスピードを上げて行きつつある。客室内はがらんと空いていた。時間が時間だから、こんな鈍行列車の二等に乗る客は少なかった。彼はポケットを探って、大切なノートをそっと広げた。そこにはいつの間に書いたのか、丸三と符号を打った上のようなノートがとってあった。丸四は。 沼津市駅前菊屋食堂のロンドン島の写真を焼き付けてある鏡の裏面塔の上より3つ目の窓に星印ありこれは例の新宿追い分け浜田同級生にしまってあった世界的同級選手ジョナソンのポスターの裏に紫外線塔を差し付けて素早く読み取った文字の写しであったこれによると割り算が3段となって1段増えた は薬きとなってこのつきたらずの割り算に注意を向けた第三段目に四角九四角四角という四位の数字が増えたがこれによって謎の枠の中の数字をまた新しく類推できるに違いないと思った彼はノートを書き直したこれについてまずわかるのは D は J よりも少ないといととうことだなぜなら前に分かったように j は5か9かであるがその下の「ほ」に9という数字が出ているからここへ9が出るためにはどうしても上の d の方が下の j より小さくなくてはそういうことにならぬすると d は1桁上の c から1を下げてもらって j を引くことになるすると今度は C が0でありえなないことになるもし c が0なら d へ1を送って9が残るがその下の i は9であるから 9-9=0 となって k が0にならねばならぬしかるに k は0ではないから枠が書いてある c は0でありえないことがこれでわかるそうなると b 6 と確定するなぜならば B の下の H は5でさらにその下には数字がないしかも C は0ではなくたとえ9であっても D へ1を取られて8を残すから i すなわち9が引けるためには B は6のほかに取るべき数字がないのであるまたもう少し深く D を研究すると序数が 744 4のには D また749の時には D=8、ま、となるもっとも E が2より小さい1か0であるともう一つ上の数字になるがそれはまず少ない場合と言わなければならないその他のことはまだどうにもはっきりさせようがなかったオムラはノートを閉じて 車窓の向こうにぐんぐん流れゆく田源風景に目をやった畑はどこも青々としていて平和そのもののように見えるのを感心しているうちに眠くなって寝込んでしまったどのくらい眠ったか知らぬ列車がガタンと揺れたので目を覚ましたちょうど今列車は電灯が赤々とついた駅の構内にスピードを緩めて入っていった駅名を見ると 沼津だ。まさに午後8時55分のことであった彼は列車を捨てて駅の外に出た腹は恐ろしく空いていた考えがあって車内で食べることを控えていたのだ考えとは他でもない宝探しみたいな例の暗号手引きによって駅前の菊屋食堂に入って調べなければならぬとすると ここがまんしてすきっぱらにしておくほうがべんりであったのだふくや食堂はおおきなかんばんがでているのですぐそれとわかった「ねえさんすっかりはらをへらしてしまったよいそいでしょくじをこしらえてくれないか」えーっとこんだてはエビのフライにおさしみにたまごやきにおわんにライスカレーにそれからウェイトレスがくすくすとわらいだした。 ああんまりたの注文だからであっムラはそれをきっかけにウェイトレスと心安くなってしまった「なんだなんだこれはきれいな橋がついているじゃないか」とムラは壁のところに近寄った「ロンドン島の写真よ昔その中でたくさんの人が殺されたんですってその中には王子様も混じっていたのよ」へえ君は物知りだね。 そんな恐ろしいところとは見えないほどきれいだなるほどその時うちから声があってウェイトレスを呼んだどうやら料理が上がったようであるムラは雲なくロンドン島を裏へひっくり返して鏡の裏に紫外線ペイントで書いてある秘密文字を拾うことができたそれをノートへ写し取った時にウェイトレスが湯気の立つ卵焼きを盆にのせて運んできた は何食わぬかをしててテーブルのところへ戻ってきた。次から次へと運ばれてくる大味な料理をどんどん片付けながらムラは壁に貼ってある時間表へしきりに目をやっていた10時25分神戸行き急行というのに乗るよりほか仕方がない彼は次の旅を考えていたのだ目的地は大阪であっただんだんと西へ流れて 東京から遠くくくなななっっていくことがなんとがん不安であった彼はそれが常住の土地を離れたものの望郷病だと返し自分の心の弱さを軽蔑した食事が済んで時計を見ると列車に乗るまでまだ小一時間もたっぷり余裕があったので彼は窓際に量を取るような格好をしながらその実例の鏡の裏から読み取った新しい暗号の発展を脳裏に書いていた。 彼のノートには第5図のように書いてあった。丸5は大阪。新世界芦部劇場内に掲出のロビンフッドのポスターの右下隅。星印あり。これで見ると答えの2桁目が出ているが、枠で囲ってあるから何の数字やらわからない。 四段目の四数字のうち四角七、四、四角と二次だけ分かったのは有力なる手がかりだムラはこれを整頓して今まで分かった数字を入れたり新しい枠の中に記号を入れたりしたそれは別形の通りだったムラはしきりに名刀を考え続けた「へ」とが七、四と出ているからここへ狙いをつけなければならない 答えの二桁目は X であるが助数の 74a に x をかけたものが n74p となるのであるところでへすなわち7がここに出るためには助数すなわち 74a の74に対して x が決まってくるであろうと思われるそこで x を0から9までにとって調べてみると x の値は 次の二つのうちどっちかである。x イコール五九だ。もっと説明すれば、x が五なら、d 数の初めの二桁七四との積は三百七十となりへに七が出る。また x が九なら、積は六百六十六となって六が出るが、これは。 かけるの項を加えると当然666が67クエスチョンというふうに7となるはずである。とにかくこうして x は5か9かのどっちかという検討になったそこでさらに進んで助数74 a の a が4の場合と9の場合とについて検討してみるのに次のようになる。 で X イコール =5 の時には答えは3720となるこれは四角7四四角に合わないから仮定が合わない次に同じく744で X イコール =9 として答えを求めてみると6696となりこれも 四角74四,四角の形に合わないからダメ今度は a を9として749に x=5 を仮定してかけてみると答えは3745であるからこれは四角74四,四角と一致するもう一つ同じく749に x=9 を仮定してかけてみると これも6741となって一致するのであるすると744は落第で749が合うことになるされば A =9 と決定を見た x の方は5か9かまだどっちともわからない a が9と決まれば hi= J2 はきれいに計算ができて5992となる H と I とは前から分かっていたがこれをもって J=9 イコール9と定まるあとは N が3か6かまた P が5か1かということになるがそれだけのことだここまで考えてホムラは やっと重い荷を一つ下ろしたような気がした早く大阪へ着いてこのキーを解いてしまいたくてたまらない救難信号ムラは列車のうちに一夜を沸かしたその翌朝の六時三十八分というのに列車は大阪駅に入った少し神経が疲れたのか 頭が痛い。それを我慢して大阪の町に一歩を記した天王寺に近い新世界は大阪市切手の娯楽地帯であったそこにはパリのエッフェル塔を形取った通天閣がありその下には映画館飲食店旅館ラジウム温泉などがぎっしり混んでいた炎はもう一生懸命であったから顔も洗わず飯も食べないで。 この新世界へ車を飛ばしたのであった足部劇場は通天閣のすぐ脇にあったしかしあまり早朝なので表戸は閉まっていて内部をうかがうよしもない通りかかった女性に聞くとまだ3時間ほど待っていなければならぬそうであった彼はやっと落ち着いて顔を笑ったり朝飯をとる時間を見出した劇場が切符を売り出したのを見ると は真っ先に館内へ入った。そして待ちに待った第五番目のノートはうまく取れたそれは別形のようなものであった「○六富山市公会堂事務所に置かれたるオルゴール時計の文字盤商標のところに星印あり」。 四角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 と第五段目の四桁数字が出てきたこれを QR4S と記号を振ったこの辺りで大概決まってしまうであろうと思って調べてみたホムラは大きい失望を経験しなければならなかった何の新しい決定もないのであった F=M であったように G=S であるがさてそれがいかなる数字であるかわからぬ限り何にもならない早く早く富山に行ってみなければダメだとホムラは足目劇場の休憩室で大きなあくびを一つしたどうやら次の富山がゴールのようである何事もそこで決まりがつくのだホムラは ふらふらする体を立て直しながら、日本空輸へ電話をかけた。もし、富山行きの旅客機に席が一つ空いていませんか。もちろん今日のことです。すると返事があって空いているという。そこで切符を頼んで名前を登録した。出発時間はと聞けば午前11時10分だという。あと1時間半ばかりあった。 は公衆電話箱を出ると急に酒が飲みたくなったあまり時間はないがこうフラフラでは仕方がないことにこれから空の旅路であるぜひ一杯引っ掛けてゆきたいそう思った彼は新世界をぐるぐる回りながら酒の飲めるところを物色した後で聞くとそれは軍艦横丁という路地だったそうであるがそこに 東京には珍しい陽気なおでん屋が軒を並べていた若い女が五六人真っ赤な着物を着ておでんの入った鍋の向こうに座りじゃんじゃかじゃんじゃかと三味線をひっぱたくのである客も入っていないのに彼女たちは大きな声で卑わいな歌を歌うこの暑いのにおでんでもあるまいとは思ったがその屈託のなさそうな三味線の音がむらの心を打ったらしく 彼はそこへ入って酒を酌もうした。それからのちのことは、ホムラの名誉のために記したくない。とにかくその日の夜十時になって、彼は転げ込むように大阪駅に入っていった。富山へ行くんだ。一つ、切符をどうぞ。彼はまだロレツの廻る下で切符売り場の窓口に絡みついた。 ひどく飲み続けていたらしい飛行機なんかもうとっくの昔に乗り遅れてしまっているおい山下くんどどこかへ逃げちゃったよ彼は自分にも記憶のない人の名を呼んだりなどしている彼は午後10時18分の列車にようやく乗り込むことができたそして信頼の中に潜り込むが早いか 上浜のような寝息を立て出した。よほど飲んだものらしい列車ボーイに起こされて目が覚めたまだ腰がふらふらと定まらない洗面所へ行ってみると満員だった生外は朝の山々や田畑がまぶしく光って見えた車室へ帰ってくるともう寝台はきれいに片付いていた食欲がない どうも変だ昨日はなぜあのように飲みすぎたのだろう軍艦横丁のおでん屋に顔をつきこんでからひどく酔いの回ったことを覚えているそれからあとは連れができたらしく誰かと一緒に飲んでまた飲み続けた大事を前にしてどうも不思議な自分の行動だった酔いではなく麻酔のようにも思う むらは開墾の手である富山駅では大勢の人が降りたむらもぐらぐらする腰を上げて降りた外へ出たがどうも気分がよくないとうとう思い切って駅前の交番へ飛び込んだ甚だ気が引けるがあまり頑張っていてさらに大きな失態をしては事件の依頼主に対して相すまぬと思ったからである 身分証明を見せると詰書所の警官は本書に電話をかけてくれた間もなく栗山という刑事と他に医師が一人炎を迎えに来たこれは麻痺剤のせいですよ誰かに一服盛られましたねすぐ注射を打ちましょう医師は心笑顔に注射の用意にかかったやっぱりそうか。 あの山下とか言った男が食わせ者だったんだまぶたの間に残るその山下とか言った酒の連れこそ恐るべき人物だったのだ命に別状のなかったのは何よりだったムラは交番の奥の間に寝かされた栗山刑事がムラに代わって公会堂へ行ってくれたそして彼のため書き写してきてくれたのは 上のような割り算であったなお「終わり」という字が一時書き込んであるところを見ると「割り算の宝探しの旅」はこの富山をもって終わったわけだ割り算を見るといよいよ答えは最後の一桁まで出た「三という字が立っているそして「 すっかり割り割切れている。これでこの割り算は完結しているのだオムラはうずくこめかみを押さえつつこのノートに見入ったここで急速に答えを出さなければならない六桁の秘除数はまだ第一数字しか分かっていないのだオムラさんこれをお飲みなさい。医師は、 コップに熱い酒を注いでホムラの枕元へ持ってきてくれた。ホムラが遠慮したいというと、医師は笑って、いやこれは土地での一番いい酒です。これをぐっとやると、かえって早く元気づきますよ。ホムラはその親切な心のこもったコップを取り上げながら、最後の解放にかかった。 まずこれを第9図のように整理したすぐ目につくのは答えの1の桁に現れた3と助数の749とをかけると2247となることだつまり tuvw は2247であるうまく割り切れているところを見ると V は4でなければならぬがこの点もちゃんと合う従って QR4S も同じく2247となるまた G=S=7 イコール, S イコール7であるさてその次はどれが決まるかこれは おかしい。むらの顔がゆがんだここまでは進んだがあとはどうもうまく決まらないむらは苦しそうにうなりながら寝返りを打ったどうして解けないのだろうか俺の頭はバカになったのかむらは拳を固めると自分の頭をカンと殴ったダメだ 解けない。むらは三述地獄に落ち込んだと思ったさもなければ頭脳がまひしてしまったのだここまで解きながら答えが出ないとは何としたことであろうはるばる富山まで来て交番の奥の間に呻吟している自分が世界中で一番哀れなものに思われたどうにでもなれ そのうち酒が体に回ってきた。疲労の果てか酒のせいか彼はうとうとと眠り始めた謎は解けたパッと目が覚めた時彼は急に気分の良くなっていることに気がついた彼は再びノートを取り上げた しばらくノートの表を凝視していた彼は思わずうんとうなって目を見張った彼は畳の上をトントンと激しく叩いた隣室に待っていた栗山刑事が飛ぶようにして入ってきた穂村さんどうしましたあ栗山さん、今日 東京へ飛ぶ旅客機に間に間合いませんかえ、旅客機ですかこっとあれは午後1時40分ですからあと40分のちですそれをどうするんです僕は大至急東京へ帰らねばなりませんそんな体で大丈夫ですかいや大丈夫謎が解けそうですすぐ帰らねばなりません どうか飛行場へ連れて行ってください親切な栗山刑事は穂の体を抱えるようにして旅客機の中へ送り込んだ午後1時40分ユニバーサル機は東京へ向けて出発した穂は青い顔を窓から出して見送りの栗山刑事へ手を振ったそしてほっとため息をついた とととうよっか間というういものをだまされ通してきたのだおむらの心は穏やかでない割り算のキーは一体どうなったのかキーは解けないとも言えるし解けたとも言えたなぜなら予期した6桁の数はついにわからないのだわからないようにできているのだ なぜなら答えが二つも出るのである問題は答えの二桁目の x だこれは5か9かのどっちかというところまで進んでいたが今となっては5でもよければ9でも差し支えないことが分かったつまり答えは二つだ x が5であれば求める六桁の比除数は 63万となるまた x が9であれば66万百五十七となる暗号のキーの数字に2つの答えがあってよいものか是非とも1つでなければならないそこにおいて穂村は万事を悟ったのだぅ <laughs> いいっぱい食わされた彼は初めて夢から覚めたように思ったなぜ彼は騙されたのか彼の敵は穂村をどうしようと思っていたのか全ては謎であったそれを解くには一刻も早く東京へ帰るより他ないと気がついたのであるどうやら東京には 彼の想像を超越した一大返事が待ち構えているようである一体それは何であろうか炎の羽田空港に降りたのは午後4時だった彼は早速電話を持って木村事務官を呼び出したところが意外にも内務省では木村事務官などというものはいないと答えた 押し問答をしてもいないものはいないということであったさすがの穂村も顔色を変えた今の今まで内務省の情報部を預かるお役人だと思っていた木村なる人物が夢のように消えてしまったのであるさてはと思って今度は自分の事務所を呼び出したすると電話が一向にかからないのであった 留守番をしているはずの大辻は何をしているのであろうか胸騒ぎはますます激しくなっていったもうこれまでと思ったホ村は空港の外に出ると円卓を呼んで一山に東京へ急がせた木村事務官は消え去り事務所は留守で大辻は不在だそして自分は変な謎の数字に引きずられて 4日間というものを方々へ引っ張り回された一体これは何ということだあはあそうかこいつはこっちに油断があってうまくだまされたんだうん少しずつ見当がついてきたぞ相手は例の秘密団体のやつらなんだ穂村の顔は次第に紅潮してきた 自宅に帰った穂村は早速各所に連絡を取って情報を集めたそして遺憾ながら彼がだまされたことを認めないわけにはいかなくなったすぐさま駆けつけてくれた専門家の説明によって一切は明らかになった穂村をだましたのは確かに例の秘密団体の長者たちであったのだ木村といい山下といい それはみんなその要因であることが分かった。最後に残る謎は、なぜホムラをこうして4日間も引っ張り回したかということだ。それは分かっているじゃないか。君の事務所に持っている短波通信機だよ。とその専門家はズバリと星を指した。何？例の通信機の報酬でやつらは。 東京と上海との無電連絡ができなくなったというわけさそこで目をつけたのは君のところの通信機だそこで君を4日間事務所から追い払ったというわけだその間奴らは君の機械を使って重大なる通信連絡をやったのに間違いないそういえば僕らの方にも思い当たることがある さすがの穂村もこれを聞いてあっと驚いたそれではあの長者たちは彼の持っている単発通信機に用があったのかすると留守番の大辻はどうしたんだろう大辻はそれから1週間目に冷たい死骸となって穂村のところへ帰ってきた なぜそんななことになったか。その間の消息は後にホムラが帳簿の間から発見した大辻の手記によって明らかになったそれには鉛筆の走り書きでこう書いてあった「先生が大けがをされたからすぐ来てくれ」という知らせで私は出かけます8月26日午後11時37分 これで一切は明白となった。長者連の方では「大辻が事務所に残っていては短波通信機が使えないから穂村が大けがをした」などと言って大辻を誘い出し「片付けられてしまったに相違ない」「大辻と来たらおとなしく監禁されているような男ではないからこのような最後を招いたのであろう」 こんなわけで僕はすっかり振り回されて恥をかくやら大失態を演ずるやら今思い出しても脇の下から冷や汗が出てくるよ前代未聞の暗号数字事件を述べ終えて穂村は大きなため息を一つついた。